はい、こんにちは。今回は、初めの一歩と明日のジョーの登場人物のモデルになったボクサーを紹介いたします。初めの一歩に登場するブライアン・ホークのモデルのナジム・ハメドは1990年代に悪魔王子の愛称で絶大な人気を誇りました。ハメドはだらりと両手を下げ、ノーガードで相手を挑発し、大きく上体を反らしてパンチを避け、ダンスを踊っているようなステップワークなど変則的な2人のボクシングで、ブライアン・ホークとボクシングスタイルが非常に似ておりました。ハメドはホーク同様、ボクシングセオリーを完全に無視した動きで数々の KO 劇を生み出した天才ボクサーで、 IBF、WBO、WBC、世界フェザー級王者として無双しました。アマチュアプロと負けなしの戦績を誇ったリカルド・ロペスは、防御も攻撃も完璧で、WBC 世界ミニマム級王座を21度防衛し、ライトフライ級と合わせて2階級を制覇しました。1994年9月に行われた WBC 世界ミニマム級王座の11度目の防衛戦で、ヨドシンを初回 KO したのですが、左フックのタイミングと切れ味はまさに見事でした。また13度目の防衛戦でヤミール・カラバジョに放った右ストレートの軌道は本当に綺麗でした。そしてロペスの KO 勝利で一番芸術的だったシーンは、15度目の防衛戦のビラモアとの一戦です。8ラウンドにビラモアの右ジャブを外して放った左アッパーは、ボクシング史上最も美しい左アッパーだと感じました。エデル・ジョフレはアマチュアで148勝2敗という戦績を誇り、プロ入り後も連戦連勝でバンタム級とフェザー級とで世界王座に戴冠いたしました。ジョフレは世界タイトル防衛戦もほとんど KO で勝利し、全階級を通じてナンバーワンと呼ばれました。ライト級歴代最強のロベルト・デュランと、スーパーウェルター級歴代最強のトーマス・ハーンズが WBC
スーパーウェルター級王座をかけて戦いました。ハーンズはこれまで38勝1敗で185センチの長身と2メートルを超えるリーチから繰り出されるフリッカージャブとチョッピングライトで32の KO を築いてきました。石の拳と恐れられ77勝58 KO 5敗の戦績を誇るデュランは劣勢に回り、ハーンズのフリッカージャブや連打で中に入れず、チョッピングライトを食らって開始早々ダウンを喫します。2ラウンドダメージが残るデュランにハーンズは連打を叩き込みます。デュランは80戦以上戦っており、ダウンは少なくタフなのですが、ハーンズのチョッピングライトはあまりにも強烈すぎたのでデュランは失神したのでした。ロベルト・デュランはライト級、ウェルター級、スーパーウェルター級、ミドル級と4階級にわたって世界王者に君臨いたしました。石の拳と呼ばれた固い拳と圧倒的な体力で KO の山を築きました。とりわけライト級時代は12度の防衛戦は全て KO 勝利で防衛しており、歴代ライト級ボクサーの中で最強と呼ばれております。赤井秀和選手は中学高校時代は喧嘩に負けたことがなく、大阪一帯にその名は響き渡っておりました。赤井選手は弱い者いじめは一切せず、通学中にヤンキーたちがふんぞり返って座っている姿を見つけると、風紀が乱れとるなぁと言って足を蹴って回っていたそうです。浪速高校ボクシング部に所属していた赤井選手は高校2年の時に有名な選手に勝ち、それ以来ボクシングに打ち込むようになり、大学の時にプロデビューし、プロ4戦目の全日本新人王決定戦では尾崎不二夫選手を KO し、全日本新人王に輝きました。その後も超攻撃型スタイルで当時の日本記録であるデビュー以来12試合連続ノックアウト勝ちという快挙を成し遂げ、浪速のロッキーと呼ばれた赤井選手は関西では知らない人がいないほど有名になったのです。アジア系ロシア人のユーリ・アルバチャコフはアマチュア時代に世界大会で優勝し、日本のジムからプロ入りし、デビュー後1年ちょっとで日本王座に戴冠しました。ユーリは左ジャブ、右ストレート、左フックとどれもがシャープで素晴らしいパンチを打ち込みますが、とりわけ相手の左パンチに合わせて放つ右のクロスカウンターが一撃必殺の破壊力を持っておりました。
WBC 世界王者ムアンチャイに挑戦した時にユリのクロスカウンターが炸裂したのですが、あまりの切れ味に観客たちは騒然となりました。そして迎えた第8ラウンドに今度は違うタイプの右カウンターを放ち、世界タイトル戦に終止符を打ちました。32勝 32KO、 1引き分けの KO キングゴメスは1階級上の WBC 世界フェザー級王者サルバドール・ファンチェスに挑みました。戦前の予想ではゴメス有利でしたが、ファンチェスは距離を巧みに操り、接近されても慌てずに左フックのカウンターを合わせ、初回に KO キングからダウンを奪います。強打のゴメスはパンチを打ち続けますが、サンチェスの技術に阻まれ、逆にタイミングのいいパンチをもらい、戦前の予想とは違いサンチェスのペースで試合が進んでまいります。迎えた第8ラウンド、 KO キングの攻撃を見切ったサンチェスは本来のアウトボクシングとは違い、強引に攻め立てながらカウンターを狙います。KO キングを KO したサンチェスは9度目の防衛戦に、後に名王者となる若き日のアズマー・ネルソンを迎えます。ガーナ出身のネルソンは桁外れのスピードとパワーを持っており、13戦全勝の戦績を誇っております。王者サンチェスは距離感と防御感に優れながら、スタミナとタフネスさも兼ね備えており、アフリカの野生児と呼ばれた危険な挑戦者と時には打ち合いを選択するのです。